こんにちは、チェコ親善アンバサダーの江藤志文です。私はフード&トラベルライターとしてこれまで3回チェコを取材して、さまざまなチェコグルメを味わいました。チェコには料理も飲み物もとても美味しいものがたくさんあるのですが、日本ではあまり知られていないものも多いので、もっとたくさんの人に知ってほしいと思います。チェコの飲み物といえば真っ先に思い浮かぶのがビールではないでしょうか。実はチェコは一人当たりのビールの年間消費量が世界一多いビール天国なんです。私もチェコでビールをたくさん飲みました。安いし本当に美味しいので世界一なのも納得です。でもチェコで飲めるのはビールだけではありません。ヨーロッパの心臓と言われているように、ヨーロッパのど真ん中に位置するチェコは周辺の国の影響も受けて、さまざまな種類のアルコールを飲むことができます。また共産主義時代に西側諸国のものが手に入りにくかったことから、新しいソフトドリンクも生まれました。ということで今回はビール以外にチェコで楽しめるアルコールドリンクとソフトドリンクをご紹介します。まず最初はベヘロフカ。これはチェコ西部のカルロビバリという町で生まれたハーブをたっぷり使ったリキュールです。この緑のボトルが特徴的で、空港のお土産屋さんでもよく見かけます。30種類以上のハーブと温泉地であるカルロビバリの水を使用して作られていて、詳細なレシピは2人しか知らないそうです。種類は5種類あって、そのうち3種類はチェコ国内でしか購入できません。飲み方はいろいろありますが、ボトルごと冷凍庫に入れてキンキンに冷やしておくのが基本。そのままストレートな味を楽しみたい場合はリキュールグラスに入れて食後酒にショットで飲んでください。夏の暑い時期にはトニックウォーターと合わせたベトンというカクテルがおすすめです。またこれからの寒い季節には熱いお湯で割ってレモンと蜂蜜を加えたホットベベロフカを飲むと体がしっかり温まります。それではベヘロフカをちょっと試してみたいと思います。アルコール度数が38度とかなりしっかりアルコールの香りがします。ちょっと甘めのシャルトリューズのような感じで、ハーブの香りは漢方にも似ています。その後から甘みが追いかけてきて、後味が美味しい。モラビア地方でよく飲まれているのがフルーツを使った蒸留酒です。使われている果物によって名前が違います。プラム、洋梨、アプリコット、リンゴなどを使った蒸留酒で、スーパーやお土産屋さんで簡単に買うことができます。モラビア地方では自家製スリボビッツェを作る家庭も多く、旅行の最中に一杯振る舞ってもらったなんて話も聞きました。そういう出会いも素敵ですね。これからの季節にたくさん見かけるのが蜂蜜のお酒、メドビナです。伝統的に温かくして飲むことが多く、クリスマスマーケットに行けば必ずスタンドを見かけます。そのままストレートで飲んでももちろん美味しいです。メドビナを試してみたいと思います。初めて飲みます。蜂蜜の甘い香りがします。とろっとした舌触りで、発酵からくる濃い旨味みたいな後味がします。美味しい。チェコは緯度が北海道と同じぐらいの位置にありますが、実はワインも有名です。主に南モラビア地方で白ワインが作られていて、クオリティが高く世界でとても評価されています。特に有名なワインの産地はズノイモとミクロフで、両方の場所で毎年9月の頭にはブドウの収穫祭が行われます。ここで絶対に飲みたいのがブルチャーク。発酵途中のシュワシュワ微発泡の若いワインで、ワインの赤ちゃんと呼ばれています。アルコール度が低く、
とてもフルーティーでまるでジュースのようにごくごくと飲めるワインの赤ちゃん。苦手な方でもつい飲みすぎてしまうので要注意です。クリスマスシーズンには他のヨーロッパの国と同じようにホットワインスバジャークを飲む伝統もあります。もしもクリスマスマーケットに行く機会があったら、シナモンなどのスパイスとフルーツが入ったスバジャークをぜひ試してください。いろいろなチェコワインを飲み比べたい方は、南モラビアのバルチッツェ城を訪れてみてください。このお城の地下にある国立ワインサロンにはチェコのトップ100のワインが貯蔵されていて、試飲を楽しむことができます。ここからはソフトドリンクをご紹介します。チェコで一番アイコニックなソフトドリンクはコフォラです。この色何かに似ていると思いませんか？このコフォラはチェコスロバキア社会主義共和国時代に西洋の高麗飲料と競合できるチェコスロバキア産飲料を作るというミッションのもとに生まれました。14種類のハーブとフルーツの成分にカフェインをプラスしたコフォというシロップのレシピは完成するまで2年かかったそうです。残念ながら日本で輸入している企業はまだありませんので、ぜひチェコに行ったらチェコのコーラを味わいましょう。チェコでは様々な種類のレモネードも楽しめます。レモネードといってもレモンだけではなく、フルーツやキュウリなどの野菜から作ったものなどバリエーションも豊富です。多くのレストランやカフェが自家製のシロップを作っていて、水や炭酸水で割ったものが提供されます。エルダーフラワーやラベンダーを使ったレモネードもとても美味しいです。スーパーマーケットではマリノフカと呼ばれるラズベリー味のレモネードを売っているので、チェックしてみてください。ビール以外を紹介すると言いましたが、やっぱり最後に少しだけビールのこともご紹介したいと思います。チェコでビールを飲むのであれば、ビールタンクから直接注ぐ生ビールが一番です。最もよく飲まれているのは金色のピルスナータイプのビールで、 300ml と 500ml の2サイズがある場合が多いです。もちろんチェコ人は基本的には 500ml を頼みます。ちなみにこれは 300ml です。特徴的な注ぎ方はフラディンカ、シュニット、ムリーコなど、同じビールでも注ぎ方で味が変わってきます。このムリーコという注ぎ方はミルクという意味で、見ての通り泡を飲む飲み方です。最近は日本のバーでもこの飲み方を試すことができる場所がありますので、ぜひいろいろな注ぎ方を試してみてください。チェコは黒ビールもとっても美味しいです。カラメルのような甘めのものが一般的で、ピルスナーと黒ビールを半々で混ぜ合わせたジェザニーというスタイルもあります。味も美味しいですが、とっても写真映えします。メニューに載っていたらぜひ頼んでみてください。またさらにユニークなのがノンアルコールビールです。チェコのノンアルコールビールはビールを作った後にアルコール成分だけを抜く製法で作っているので、ビールの味がしっかりするんです。日本のノンアルコールビールとはかなり風味が異なるので、こちらはぜひ試してみてください。それではクイズです。ビールの産地といえばプルゼニュが有名ですが、それではワインの産地として有名な地方の名前は何でしょうか？プレゼントの応募方法は概要欄をご覧ください。皆さんはどの飲み物を試してみたいですか？次にチェコに行ったらいろいろな飲み物を試してくださいね。それではナスレダノー。